で今回はフライパン一つで簡単クリスマスローストチキンを作ります。材料は骨付きの鶏もも肉を2本に砂糖小さじ2杯、醤油 50cc にみりん 50cc です。まずは醤油、みりん、砂糖を混ぜて合わせ調味料を作っておきます。そしてフライパンに油をひいて煙が出る直前ぐらいまで熱していきます。そしたら鶏肉を皮を下にして並べて蓋をしたら弱火で8分ぐらい蒸し焼きにしていきます。8分経ったら裏返してもう片面を5分ぐらいまた蒸し焼きにしていきます。余分な油が出たらキッチンペーパーで拭き取って合わせ調味料を加えてさらに焼き上げていきます。そしていい感じの色になったら完成です。美味しそうに盛り付ければ完成です。メリークリスマスってことで、今回はお手軽ローストチキンを作ってみました。ちなみに久しぶりの自炊でしたね。めちゃめちゃ柔らかくてうまいっすね。やっぱり料理って時間と分量を守れば間違いないものができますね。軟骨もコリコリしてうまいですよね。ここで2本目です。うますぎて1本じゃ全然足りないですね。近くのスーパーで1本100円で買ってきたんですけど、こんなにうまいものを安くでできるっていうのは本当感激でしたね。大満足で完食です。本日もお聴きいただきました。ご視聴ありがとうございます。